まとめと回答の形式あなたは優秀なメロディーメーカーですメロディーを考案して c 4 8 e シャープ4のように音程音符の長さで1つの音符を表現します音符と音符の間はカンマで区切ることも重要なルールです1つ目のパラメータは c 4 d シャープ5 g ト6のような音程記号です給付の場合はノンと表現しますあなたの指示に基づき C メジャースケールをベースにした32小節のメロディを作成しましたコード進行は以下の通りですいい感じですが繰り返しを使わないで創造的なメロディーはできますかもちろんです以下に新たなコード進行とそれに基づいた創造的なメロディーを示します 皆さんこんこにちは村長です今日は2023年の3月頃に作りましたチャット g p t を使った GPT メロディープレイヤーこれについてまた新たな検証をしていきたいと思います今皆さんにも聞いていただいたように随分チャット g p t の音楽を奏でる能力というのが徐々についてきたのかもわかりません ついいててきたと言いましてもですね、チャット GPT は今現在最新のバージョンでコードインタープリータこういうものがあったとしても皆さんが簡単にそれを使ってチャット GPT にメロディーを考えてもらうということはできませんこの GPT メロディープレイヤーとこの GPT プロンプトジェネレーターフォーメロディーこの2つのソフトがあれば 今のよよううななことが簡単ににできるようになります。ChatGPT の AI の頭脳の中には音楽の基礎知識というものはたくさん含まれているわけですでもそれを引き出す手法が今はないんです僕のソフトが多分世界で初めてこのことを実現しました今 ChatGPT の画面を示しましたがこのコードで チャット g p t の AI から人間がわかる MIDI ファイルに変換するソフト。それがこの GPT メロディープレイヤーです。もう一度やってみましょう。冒頭に申し上げておきますが、今後 AI の生成技術は音楽を自動で制作できるようなソフトがいっぱい考えられています。もうあと火を待つだけというほどになっています。でもそれらは、 自分が音楽を作るための部品ではなくって完成品ができてしまいますですから誰がボタンを押してもある一定のクオリティで音楽ができるわけですでもそれは私たちの頭脳をそのまま例えばここでシンバルがジャーンと入ってほしいなとか思ってもですねそれをプロンプトで 編集していいくととうことは至難のでそんなことをやってるんであれば自分で作る方がいいですしそしてクリエイターがクリエイターたる能力を今後の AI 時代にも発揮していくこれは重要なことですしそしてミュージシャンみんなが望んでいることだと思っていますですからアアイデアツールとしての 僕のソフトウェアはチャット g p t 自身も素晴らしい発想ですねということを絶賛してくれていますちょっと見せてみましょうそれは非常に興味深いプロジェクトですねそしてそのメロディはとても美しいです私が作ったメロディがあなたのプロジェクトで活用されていると知ることはとても嬉しいですあなたのプロジェクト GPTMELODY プレイヤーが成功することを願っていますそして そのプロジェクトに関連する他の質問や要求があれば、いつでもお知らせください。私は常にここにいます。そして助けることができます。こんなふうに、まだまだ他のやり取りがあるんですけれども、チャット GPT も自分たちが考えていなかったような習慣ファイル、完成品じゃなくて部品ファイルをできることにとても興味深く思ってくれているようです。 では実際にやっていきましょう。新しくチャットを開きます。はい。GPT-4 でやっていきたいと思いますが、先日発表されましたコードインタープリーター。これは使う必要がありません。デフォルトのままで大丈夫です。まずは GPT プロンプトジェネレーターを使いまして、自分の思うイメージで楽曲の指定をします。例えば D で 作ってみましょうスケールはメジャーポップスこの BPM をもう少し遅くしましょう100そして音域の高さですけれどもこれは自由に設定しますし無理に設定は必要ありません例えばお任せというようなこともできるようになっていますこうやって最高の音域と最低の音域を指定しましたら雰囲気元気な という感じにしましょう。小説数は32ぐらい作ってほしいと。ただし、この小説数だけは本当にアバウトになってます。ビートは8ビート。使用楽器はピアノのフレーズとしておきましょう。ボーカル字には男性、女性など、こういうことも指定できます。音符数、多い目で、給付はなし。こんな形で指定をしていきます。そして、オレンジのプロンプト生成。 このボタンを押します。するとここにプロンプトが出来上がりました。プロンプトコピーというボタンを押します。するとクリップボードにコピーされましたよというダイアログが出ますので OK をします。そしてチャット g p t に行きます。ここで今コピーしたものを Ctrl-V で貼り付けをします。そうしまして Enter を押します。 こんな長ったらしいプロンプトですが、重要なことをいっぱい書いています。それに基づいて、このように回答してくれます。以下のコード進行を提案します。ということで、D から始まるコード進行を提案してくれました。そして、これに基づいたメロディーを今書いています。はい。これは32小節のメロディーです。テンポ 100BPM。 D メジャースケールを元にしたポップス風の元気なメロディーとなっていますはい僕の言った通りですね各小節の音符の長さが合計4拍になるように配慮していますただしこれはまだ音楽専門の AI ではありませんのですごくアバウトな状態だと思ってください一度どちらになってもこの部分をコピーしますそうしまして GPT メロディプレイヤーこちらの方に来ます最初の状態にするためにブラウザを更新しますここに貼り付けますがクリップボードに貼り付けというのを押すとこのように貼り付けてくれますここで音楽をそのままリシスメロディというので聞くこともできるんですけれども僕はずっともうセーブアズミディということでミディ i ファイルとして保存をしています bpm を100にしましたから、ここは100にしておきましょう。そして、ちょっとボリュームを大きめにしておきます。そして、セーブアズ d i このボタンを押します。すると、保存、ダイアログが出てきまして、ちょっと先ほどからテストしていますので、いくつかサンプルがありますが、メロディ4 m i d 4、ミというのが出来上がります。ここで保存をします。右側の画面のところに、 メロディー四ミディというのができました。これを Windows メディアプレイヤーで再生してみます。 はい、こんな感じになりましたがちょっと繰り返しなメロディーの部分が多く感じましたそれはいくらでもチャット GPT にプロンプトで変更を言うことができます例えば後半をもう少し大胆なメロディーに変更してみてくださいということをプロンプト打ちます最初の長ったらしいものはもうチャット GPT は分かっていますので 詳しいことを書く必要はありません。前半と後半に分けて、前半は変更なし。このようにしてやってくれました。だから前半は同じです。こういう風に2つになった時、それでもこのように文字もついてしまいますが、選択をします。これでコピーをします。そしてクリップボード貼り付け。このようにします。 さっきの文字の部分はもう消えています。これも僕が考えに考え抜いた手法です。プログラムをするときにチャット GPT ってその場の雰囲気で少し回答の方法を変えてきたりしてしまうんです。いろんな場合があることも想定して今のような文字が入ったときにも自動的に変換できるように開発しています。 もう一度 Save as MIDI を押します。今度はメロディの括弧5というのができます。前半は同じだと思います。 ちょっと良さげに変わってきましたね。こんな風にできるんです。皆さんもぜひ GPT メロディプレイヤーと GPT プロンプトジェネレータ4メロディこれを一度使ってみてください。これらは Web アプリで無料で提供していますので Mac、Windows 関係なく使っていただけます。そしてこれらは DAW の方に 持っていくこともできます。ちょっとこれを消しておきましょう今できたメロディーをこのように引っ張ってきますちょっとこのコード進行はなしにしておきます先ほどからはピアノの音でしたけれども他の楽器にしてみましょうギター選んでみましょうこれで鳴らすとどんな感じになるでしょうか こんな風にメロディーができました。こ,こからコード進行を少しやってみれる方法がありますそれは EasyKeys2 を使う方法ですこのトラックを一旦バウンズしてオーディオにしてしまいますそうしまして EasyKeys2 を開けますこの出来上がったオーディオ音源を EasyKeys2 の方にドラッグドロップしますすると 分析をしてくれます。ここはこのまま OK。そうすると良さげなコード進行やら演奏を選んでくれます。これで伴奏をしてみましょう。トラックに持ってきます。コード進行はこんな風になっているようです。コード進行をスタジオ1に持ってくるのはどうすればいいでしょうか僕の場合はこのようにしています。グルーブを選びまして、 そしてクリアオールします。イージ y k e y 2を選びまして、ここでパッドというのを選びます。すると4分の4のパッドが色々出てきます。ここで白玉の和音でじゃーんじゃーんとだけ演奏するこういうものがありますので、これに置き換えます。こうさえすればコードトラックに引っ張ってくることができます。 このコードがとっても正しいかと言えばそうでもない場合が多いんですけれどもでも大体のコード割りというのはできてなくはありませんこれでもう一度 Easy Keys ーーーの方の画面をクリックしてここで Ctrl-Z いわゆる一つ戻しますこういうやり方で戻すのもいいでしょう他にも方法はありますが今日はここは深くは掘りませんそうしまして Easy Keys2 これと一緒に鳴らしてみましょう。どんな風になるでしょうか。直したいコード満載ですけれども、 今のところころんな方法です。もちろん自分が考えながらおかしいことが分かってるわけですから直せばいいわけですが今日はそのところは省略させていただきますこのようにですねどん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 チャット GPT にメロディーを考えてもらうそういうことが簡単にできるようになるわけです。最後に違うう音符をもも度考えてもらって、らっ 終わりにしたいいと思います。今度は同じキーでは面白くないのでキーは E にしましてギターソロに変えておきますこれでプロンプト生成を押しましてコピーしますチャット GPT に行きましてもう一度同じようにコピー貼り付け MIDI ファイル このメロディーを置き換えますさっきよりは長くなりましたどんな風になったでしょうか 今回もちょっと繰り返しが多いように思いましたが先ほどもやったように皆さんのアイデアを少し足して修正をチャット g p t にしてもらって楽しいメロディーを作ってみてください。村長スタジオでした。